こんにちは、アートスタジオ美濃中道酒井です。油絵入門、今日はキャンバスについてお話ししていきます。油絵を描こうとすると、まず何はともあれキャンバスを買わないといけないんですけれど、お店に行くといろんな種類があって結構迷いますよね。それで今日はキャンバスの種類やその作り方、その用途についてお話ししていきます。はい、改めましてこんにちは、アートスタジオ美濃中道酒井です。今日はキャンバスのお話なんですけれども、まずキャンバスっていう言葉なんですが、キャンパスと混同してる人が時々おられるんですね。それで言葉のおさらいからしてみましょう。キャンパスは大学の構内のことですね。キャンパスライフを謳歌するとか言いますよね。で、キャンバスっていうのが今日今からお話しする画布のことです。はい、ではこのキャンバスなんですが、いつ頃から使い始められたのでしょうか。その歴史をたどってみましょう。はい、これはヤン・ファン・アイクという人の有名な絵なんですが、ドイツの美術館に行くとこのヤン・ファン・アイクの絵が結構たくさんありますが、14世紀の終わり頃生まれて15世紀の半ばにかけて活躍した人で、ネーデルラント絵画の確立者と言われています。で、これはまだ木の板に描かれてるんですね。で、この板っていうのが長年のうちにはこう反ってきたりとか重かったりとか、なかなかこう支障があったわけです。で、次、これティツァーノっていう人の絵なんですけど、このティツァーノっていう人は15世紀の半ばに生まれて16世紀の半ばにかけて活躍した、ルネサンス世紀一番盛んな頃ですね、のベネチア派の画家です。ヤン・ファン・アイクに比べるとまあ100年後ぐらいの人なんですが、このベネチアっていうところが昔から海洋国家で保線がいっぱいいたわけですね。いたっていうか動物みたいです。で、その麻の炎がいっぱいあったわけです。それでその木枠を作って、それに炎を貼り付けて、それで絵を描こうじゃないかということになったわけなんですね。で、その麻の布っていうのが非常に丈夫で、でしかも乾性油、油に強いという性質があったわけです。で、ベネチアっていうところがなかなか湿気が多いと、ということでやはり木は良くないということで、もう盛んにここでキャンバスが使われるようになってきました。で、私2017年にベネチアビエンナーレを見に行ったんですけど、やっぱりベネチアの街って本当なんか港町で活気があるというかですね、本当昔ここから昔々は十字軍に遠征してたんだろうなとか、ベニスの商人がいっぱい使ってたんだろうなみたいな、そういうちょっと独特の雰囲気がありますね。複式簿記もこのベネチアでベニスの商人が考え出したと言われてるんですけれども、そういう経済が発達したところで芸術も発達するっていうことがあるんですね。もうまあ歴史的に言うと、もうまあほぼそうなんですが、そうやってパトロンがいるっていうことなんです。ではキャンバスについて見ていきますが、この木枠って言います。これね、木枠だけを売ってるですね。で、その木枠だけを買ってきて自分で組み立てて、それにキャンバス地を貼り付ける、貼るっていうこともできます。で、この木枠なんですが、やっぱり長年のうちにはこう反ってきたりとか歪んできたりとかしたらいけないので、杉とかヒノキとか桐とかですね、結構いい木で作られてます。まあ職人技で作られてますね。ちゃんとした作り方をしないとやっぱり支障が出てくるので、この木枠の端の方にくさびがついてることが
あるんですね。でこのくさびはどういうことかと言いますと、長年のうちにこう緩んでくる、キャンバスが緩んできた時にこのくさびをギュッて入れ込むと木枠がグッと外に押し広げられてキャンバス地がピンと張るっていうわけです。そういう役目をしているわけですね。はい、では昔から使われてきた麻キャンバスなんですけど、麻のキャンバス地についてちょっと説明していきます。麻のキャンバス地には粗目、中目、細目から絹目まであります。で麻っていうとすごくなんか粗いイメージがあるんですけれど、実は絹目まであるんですね。でその粗目はもちろんこう糸が太くて表面の凹凸が大きいので光を乱反射するわけです。それで艶消しの画面になっちゃうと、ちょっとこう素朴な仕上がりを目指す場合ですね。でしかもこう強度強いので厚塗りする人、ナイフとかでベタベタと厚塗りをしたい人はこの粗目中目、しかも対策向きですね。で油絵の具っていうのは色によって乾く速度が違うので、絵の具の時に言いましたけど、なのでその乾いていく途中で布が歪んでくるとかいう支障が出てくることがあるわけです。なので厚塗りするような人は糸をこう二重にしてあるキャンバス地もあるんですね。なので、厚塗りベタベタ厚塗りするしかも対策とかいう場合はこの二重にしてあるものを選ぶと、貼っておくと、まあ、間違いないということになります。でその逆に細め絹めになってくるとこう細かい繊細な絵を描きたい場合ですね、まあ、当然のことなんですが、その目の粗さが気になるし、でこの目が細かいということは光が正反射するということなので艶のある画面になります。まあ、そうやって使い分けるっていうことなんですが、はい、でこのキャンバス地なんですが20世紀になってくると綿とか化学繊維も使われるようになってきました。でこれはアクリル絵の具の発達と比例してと言えるじゃないかと思うんですが、でもアクリルだからといって麻に描かないということもないですね。麻のアクリル用というのもあります。ではこのキャンバスの違いというのはどういうことなんでしょうか。これはキャンバスの構造なんですが、一番下が支持体ですね。支持体というのは布の部分ですね。で、それに目止めがしてあります。目止めっていうのはその絵の具がその布に染み込んでいかないように、絵の具の油分とかですね、水分とか、油が特にこう染み込んじゃうと長年のうちに酸化しちゃうとかいうことがあるので目止めがされてるんですが、これ昔々は、まあ割と最近かもしれませんが、ニカワでされてました。でももう最近はビニール系の樹脂でされてるようです。でその上に白い塗料で地塗りがされてます。でこの地塗りのコーティングがされてるおかげで描きやすい、発色がいいとかね、筆の運びがいいとかいうことになるんですが、この地塗りの違いがキャンバスの違いということになります。うちにいくつか何種類かキャンバス地がありましたのでちょっと写真に撮ってみました。はい、これは 100% 麻の油絵用キャンバス地です。でこの油絵用のキャンバス地っていうのは油性の地塗りがしてあるんですね。油性のっていうのはその乾性油、油絵の具のところでお話しましたがリンシードオイルとかそういうのをベースにした塗料で地塗りがしてあります。なのでこの油絵用キャンバスにアクリル絵の具で描くことはできません。はい、次これはアクリル用のキャンバス地です。綿素材ですね。 100% 綿でできたアクリル用のキャンバスになんですが、これはアクリル系の地塗りがしてあります。
で、これが油彩アクリル共用キャンバス地。最近はこれが多いなと思います。どっちに使ってもいいですよっていう、便利ですよね。で、これも実はアクリル系の樹脂塗料が塗ってあります。キャンバスの値段の違いっていうのは、生地の違いもあるんですが、この塗料の質の違いっていうのもあるんですね。この塗料は、地塗りの塗料は何が使ってあるかっていうのは、その会社によっていろいろ違うと思います。で、違うんですが、その質がいい塗料っていうのはやっぱり値段が高いということになります。で、最後にこれは、100% きなりキャンバス地なんですね。何もコーティングされてないキャンバス地をですね、10年以上前、もう15年ぐらい前ですかね、画材屋さんから私買ったんですよね。で、きなりの生地の趣を出したような作品を作ってみたいと思ってですね、で買ったんですが、まあこれがまあ全然塗りにくいというか、塗れないというか、筆が動かないというかですね、ちょっと対比させるにしても、その塗った部分が全然できないわけですから、まあ、どうにかこうにか1枚仕上げたんですけど、もう二度と買わんぞみたいなですね、もうその怒り、コーティングしてあることのありがたみっていうんですか、それがしみじみと分かったという話だったんですが、今は全然別のことにこれ使ってますが、でも昔フランケンサラーとかいう人おられたんですが、絵の具を薄く溶いて、アクリル絵の具を薄く溶いて流し込んでいくことによって絵を作る人がおられたんですが、そういう場合はこのきなりですねが、そういう抽象的な表現をする場合はきなりもありですね。で、キャンバス、まあこういうのを一応ハリキャンバスって言います。で、貼った状態で売ってるので、まあ、これを買う人が多いと思うんですが、キャンバスボードとかキャンバスパッドみたいな、ノートみたいな感じで売ってることもあります。ここにキャンバスカードパッドをに絵を描いて、普通に版画みたいに版画のフレームに入れて飾るとかいうこともできるわけですね。はい、次キャンバスの貼り方というかですね、これは横にキャンバスタック釘がこう打ってあって、まあこれがまあ一般的なんですけど、まあ、力が入りやすいですね。で、でも私なんかは裏張りを自分でします。パネルに、自分の好きな大きさにパネルを作ってですね、それに裏張り自分ですることが多いんですが、で、この裏張りっていうのはどういうことかと言いますと、絵の側面を見せたい時ですね、とか、現代美術とかこうフレームなしで飾ることが多いんですが、そういう時に裏張りを使います。で、まあ、フレームに入れるにしても角箱っていうのがあって、側面を見せるためのフレーム、これ私の油彩なんですが、こうやって絵の側面を見せたい時ですね、が裏張りしたものにこう角箱っていう、こういうフレームに入れてますが、そういう貼り方もあります。あ、それと前言われてみましたが、麻のキャンバスはもちろん強いので、例えばこう売ることを考えてるとか、長年長く残すことを考えてるとかいう時はもう麻を選ぶのがいいんですが、まあ修作用とか学生さんとか初めて描くとか練習用とか、その時はもう化繊、綿混紡とか綿と化繊、まあ、化繊 100% っていうのもあるんですが、そんなのでもまあ十分かなとは思います。まあそういったところなんですが、参考になりましたでしょうか。参考になりましたら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
それから下の説明欄には当教室のホームページも貼っておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。ではまた。